それでは、第1部の方を始めていきたいと思います。第1部は、株式会社リクルートの菅野様に、お話しいただきます。講座名が就活総まとめ講座ということになりますので、菅野様どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。ありがとうございます。株式会社リクルートの菅野です。ですね、株式会社リクルートという会社で就職関連 のリクナビっていう情報サイトを運営してるんですけど、その他の大学に来てですね、こういう就職ガイダンスをさせてもらったりとか、あとは対面とかウェブで就活イベントとかですね、インターンシップイベントとか運営してる会社になります。なので就活のですね、総まとめみたいなタイトルでいろいろなですね、情報をお持ちしました。はい。で、いろいろなですね、そのガイダンスですとか、その動画をキャリア支援グループ様にこう提供させてもらって、こう、講演をさせてもらったりとか、あとはその動画に関しては、その僕の声だけ聞いたことある人みたいな方も一部いらっしゃるかもしれないんですけれども、多くの方がですね、はじめましてかななんていうふうに思ってます。で、はじめましてなんですけれども、今日は主に想定している学年としては、M1 の方とか3年生の方は就職活動、大学生活と就職活動 その、長い目で見たときに、今ですね、総まとめ講座というものを、するべき時期というか、ぼちぼち就活準備、仕上げにかかりましょうみたいな時期だったりもするんですね。なので、初めましてにもかかわらず結構盛りだくさんお持ちしてますという最初に言い訳をしておきたいのと、あとはそれ以下の例えば2年生1年生の方もいらっしゃってると聞いてます。その方はですね、その来年再来年、こういう感じなんだなというようなスケジュールですとか、その1年後2年後を描くという意味で今日の話をですね、題材にしていただければなと思います。はい。ということでですね、3年生向けの時期がこうとか準備がこうみたいな話が続きますけれども、それ以下の方も参加できる内容にしています。今日のゴールですが、就活本番期っていうふうに、来年の3月ですかね、はい、を、そのタイミングと位置づけているんですけど、そこまで準備しておきたいことを知りましょうということで、総まとめ講座というタイトルにしています。で、学年問わずですね、今日配っているこのオープン ES 作成ガイド、はい、金曜のですね、夕方の、遅い時間のここまで皆さんお疲れかと思いますね。多分聞いてるだけだと、はい、ちょっと意思に関わらずですね、ちょっと離脱してしまう方も、ちょっと踏み込んでいきますかね、いらっしゃるかなと思いまして、ちょっと参加型のワークとか、映像とかも持ってきているので、楽しくですね、総まとめしていければなと思ってます。で、リクナビを使いたいなと思ってるんですね。で、なので、ただ、学年問わず、この全て2024というサイトを 使えるんですけど、ただ人によっては、もう毎日ガンガン使ってる方と、あと、リクナビって何ですかっていう、ここまでいらっしゃると思うんですよ。なので、最初の時間を使って話を聞きながら、ログイン、久しぶりにしてみるとか、あとは登録して、ログイン、リクナビを使える状態に、ここは10分ぐらい聞きながら、ながら聞きで大丈夫です。そんな時間、並行でっていうか、僕の話を聞きながら、この後のワークをちょっとやってみようかなという方に関しては、手を動かしながらですね、この1ページ目に、そのログインとか登録に使う QR コードを載っけてますので、ここをスキャンいただいて、操作しながらお話を聞いていただければなと思います。はい。ということで、半分ぐらい話して、もう早速やることを理解している方が結構多くてびっくりしてるんですけど、はい、ぜひですね、引き続きよろしくお願いします。で、今日の流れということで、スケジュールの話からですね、いろいろお届けします。まずはその本番期準備期っていう、その切り方とかですね、なぜそういうなっていうふうに呼んでるかみたいな話をしていきたいなと思ってます。で、なんでそういうことを言ってるかっていうと、多くの企業はですね、その3年生の3月だから3ヶ月ちょっと後ぐらいですか、半後ぐらいですかに、採用候補とか応募っていうのが始まっていきます。いわゆる就活ですねが、広く始まっていきます。広くっていう意味は、もう例えばその企業と
選考みたいなこと言った面接とかですね、そういうエントリーシートを出したとか、そういう方もきっといらっしゃるんじゃないかなと思ってます。というのが、全ての会社がこういうスケジュールで動いてるわけではないよという、まあ、知ってるよっていう方に関してはもう何回目かっていう情報なんですけど、初めて聞く方もいると思うので注意しておきます。でこれはですね、政府がこのスケジュールでやりましょうと言っているんですけど、例えばこれを違反しても特に罰則がなかったりとか、あと国内企業のに向けての仕切りだったりするので、変な話、その外資系の企業とかはもうそもそも関係がないスケジュールだったりもします。が一定で多くの会社はこのスケジュールで就活、皆さんで言うと就活、企業側で言うと採用活動を、スタートしていくんですね。なので、まあ、直前といえば直前になります。就活の直3年生については直前になります。なので、まあ、準備をですね、いろいろもう、昔からやってるという方もいれば、あ、今直前なんだという方もいらっしゃると思うので、準備を進めていきましょう。で、各用語ですね、聞いたことあるものないものあるかもしれないんですが、一応じゃあ全国の大学生がどれぐらいの行動量、行動しているのという、まあ、平均をお持ちしました。とはいえ学部とかエリアとか職種で志望するんですね、全然違うんですけど、とはいえ大体何社ぐらいですかねっていう質問が絶えませんので、一応お伝えしておきます。で、まずですね、逆算するっていうか、まあ内定を最後ここには1が来て、このちょっとスライドないんですけど、内定で入社するんですね。で、その手前というような形で、まあ、一般的なその就活の選考の順番で並べているんですけど、当然1社内定っていう時に、まあ何て言うんですかね、1社受けて1社内定って結構厳しくって、まあ、面接を、まあ、それぞれこのぐらい受けますという、それぞれの平均値がこれになります。なので、その皆さんが結構多いなと思った方と、あ、こんなもんかと思った方いるかもしれないんですけど、特に3年生、まあ、2年生もそうですけど、まあ、1年生ももちろんなんですが、意識していただきたいのはそのプレエントリーというものになります。まあ、うちの会社はプレエントリーと言ってますけど、エントリーって言ってる会社もあって、これ何かっていうと企業へ その意思表示になります。まあ選考の採用の情報が決まったら送ってくださいっていうような、まあ、リクラベのボタンの名前です。まあ、ちょっとすごいくらいで言うと、でなので通知が来る、だから YouTube で言うとチャンネル登録みたいなボタンですね。で、まあ、意思表示ということで、そこからですね、説明会に出たりとか書類を出したりというようなことが、進んでいくんですけど、ここのですね、自分の何ていうんですかね、仕事選びの軸みたいなものを持った上で、プレエントリー、どこの会社を受けようかなとか、このあたりのこう数っていうかカードっていうか、まあ、30社全員ってことは全然言うつもりなくて、これ以下になる人もいると思うんですけど、ここの、まあ、自分なりのローンを持ってですね、ここを増やしていくという活動を、12、1、2月ぐらいまでやってほしいなと思います。はい。で、リクナビというサイトをうちで運営してるんで、リクナビを使った例えというかね、リクナビを使った話が続くんですけど、まあ、エントリーの手前に気になるっていうボタンもあるんですよ。使ったことある人がいるかもしれないんですけど、特に企業に何か通知がいくわけではなくて、まあ、マイリストみたいな、ものがあります。再生リストですかね、ちょっとさっきから YouTube で撮ってるんですけど、でこれをですね、チェックしていきましょう。まあ、これを増やして絞ってっていうですね、こんなことを12月1月はやっていってほしいなと思ってますし、実はリクナビもですね、そういったこう作りに仕様変更があります。で、いつならばっていうと、1月30、まあ、2月いっぱいの期間を就活直前準備期というふうに、位置づけてまして、まあ、もうインターンシップの時から結構方が使っていただいてるみたいなんですけど、この1ヶ月ちょっとが直前準備期となりまして、まあ、これ仕様説明ちょっと入ります。ですね、まあ、就活が始まった瞬間にエントリーとかね、御社の選考を受けますみたいな意思表示がこうエントリーすると通知がいくんですけど、これを1ヶ月かけて行っていくっていう作りに、リクナビになってますし、この後、多分前田さんもいらっしゃるんですけど、近い作りになってます。なので何が言いたいかっていうと、これをうまく活用していただくには、1月中ぐらいまでに自分がプレエントリーとか受けたい会社に関して、まあ、決め切っておくっていう、まず第 1回目というか、就活が始まってすぐ受けたい会社っていうのを
自分の中でリスト化しておくっていう、これをやっていってほしいなと思います。はい、リクラミの中でっていうこともそうですし、まあ、ご自身の中で他のいろんな企業がありますので、このぐらいのスケジュールを目安に動いていってほしいなと思っています。はい、でこのあたりはですね、簡単にいきますけど、まあ、画面こうなってますよっていう感じですね。まあ、候補リストっていうのを見れるよっていう感じです。リクラミのスクショですね。はい、でエントリーとかキャンセルができますっていうのと、あと説明会も同じような仕様になります。はい、というものになっておりまして、で、もう一つ説明会というか、リクナビだとその就活に関してのイベントものがこの後催されていくんですけども、ちょっとその案内をこの後少しさせていただければなと思っているんですが、ちょっと現在地確認というかね、皆さんスマホ、まあ、ちょっと一段落した方も結構多かったんですけど、ちょっと聞いてみてもいいですか。リクナビのログイン、今スマホでできますって方どれぐらいいますか。結構いい。意思、やる気のある方っていうか、やりますよっていう方って、全然員がってことじゃなくて、今できますよっていう方、ちょっともう一回手挙げてもらっていいですか。すいません。はい。ありがとうございます。はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、この後ですね、ちょっと有益というか、まあ、うちでやっていくその企業のリストアップってなかなか難しいんですよね。その一社一社探して話聞いてっていう、これがなかなか学生の方が一人でやるとなると、まあ、結構膨大な時間とかパワーっていうかお金もかかったりもするということで、例えばその岩田大学さんですとか、うちの会社みたいなところがやってるのが合同説明会なんですね。なのでその辺の情報提供を少しいただければなと思っています。で特にじゃあ3年生の方にちょっと教えていただきたいんですけど、ちなみに最初に聞くの忘れたんですが、3年生の方ってどれぐらい来てらっしゃいますか。ちょっと教えてもらえます。私は3年生ですって方。はい、じゃあ2年生の方が多いですか。あ、2年生が多いですね。はい、1年生の方が次の方です。あ、分かりました。はい、じゃあですね、今最初に手を挙げていただいた3年生の方も、2年生1年生の方も、共通の情報です。ただその先のじゃあ就活しますっていう、ここになると3年生のみの情報になっちゃいますが、まあ、その手前はできますのでぜひ聞いてください。もし3年生の方で企業のリストアップ自分なりにリクナビのってことじゃなくてできてるできてないというところでできてるという方はぜひですね、採用情報を調べるということで活用してほしいですし、これから、いろいろな受けたい会社を探して増やしていこうかなと思っている方はもうまさに受付なんですけど、ぜひですね、プレエントリーをするエントリーしようと思っている会社を探すために、使っていただきたいなと思っています。というのが、チラシを配ってるんですけど、こちらですね、就活直前ウェブライブってものなんですけど、はい、今年はリクナビリクルートでは、2月3月の合同説明会っていうのは全てじゃないですね、ごめんなさい。全国で数箇所対面はあるんですけど、基本的にはウェブでやらせていただくことになりました。で、それが2月3月で、ただ、東北のね、ご出身の方、多分結構多いんじゃないかなと思うんですけど、東北エリアの企業のみが出展するとか、そういう日程もあります。なので、もしですね、特に3年生の方で、まあ、これからリストアップするんだとかね、就活イベント行こうと思ってるけど予定が決まってないという方はですね、説明を聞いてもらった上で、予約方法とかもね、お伝えしていきますので一緒に手を動かしていただければなと思ってます。はい、でとはいえですね、このチラシをパッと見ていただいて分かるように日にちがいっぱいあるんですよ。いつどれに出たらいいのみたいな、ありますので、特におすすめのもの4つ申しました。僕のおすすめですね。はい、で個人的にも岩手県と秋田県大学様を担当させていただいているのと、まあ、僕自身も岩手県生まれ、出身ということで、まあ、今も岩手でお仕事してますけれども、という観点で、県内とか東北のエリアとかその他の方とか皆さんの採用先輩の採用実績とかいろいろなものを含んで、4つピックアップしましたので、特に3年生の方でちょっとどれにしようと、ちょっと興味はあるけどどれにするか絞りきれないという方は、こちらの4人っていうのがいいかなと思ってます。で、まあ推しポイントみたいなものは、まあ、
長く喋ればキリがないんですけど、2月11日に関してはもう最大の規模です。迷ったらこれというものし、2月26日というと、これは東北の、あ、メモってくれてる、すごい嬉しいです。ちょっとすごい嬉しいです。あ、書いてないことを喋ります。2月26日っていうのが、まあ、東北エリアの企業です。で、使い方としては地方銀行ですかね、地銀が数社が出ます。なので皆さんのご当地の地銀さんが出るかもしれないですし、あとその一人でやるのはなかなか難しいポイントというと、企業比較ですね。同業の、何社の話を同時に聞くことができて、じゃあ例えばその銀行 A はこういうところが刺さったとか、 B はこうだった、 C はこうだったみたいなことを、まあ、1日ですよ。その他、小売サービス業っていうような、まあ、いわゆる何て言うんですかね、こう、まあ、私自身も文系学生でしたけれども、文系の方はこう比較的、進路を選ばれるようなところも、東北のですね、割とこう、名前が聞いたことがあるような、知名度のあるようなところが出展するのが20日。なので、推し切ってまいります。はい。で、3つ目が、3月、なんですけれども、こちらに関してもですね、規模の、東北エリアの日程もあるんです。ここも実は理系っぽいような社名の会社結構出るんですけど、そこをですね、例えば電子とか機械とか工業とか入ってると、まあ、僕もすごいそういう感覚分かるんですけど、勝手に弾いちゃうんですよね、自分の執行法律とか。ただ文系の職種が募集されていることっていうのが結構あります。で、その仕事内容を分かった上で、うん、自分は、客観みたいな、こう一ステップ踏んでほしいんですよね。3年生で、業種特に定まってないとか、いろいろな会社の話をとりあえず聞きたいけど具体が定まってないみたいな方、割といらっしゃるかと思いますが、そういう方には3月18日おすすめです。あとは、まあ、ディーラーさんとか、先ほどのようなその、まあ、小売サービス系の、なんていうんですかね、同業他社がくすぐます。なので企業比較みたいなことをですね、やっていっていただければなと思います。この辺のやり方みたいなところは後半でちょっとお持ちしてますんで、一旦、企画に使えますということで、推しポイント3月25日でいうと、県内、特に岩手のですね、割とこの、リクナビのものでいうと、ですね、このウェブのこの日しか出ないという会社がいくつかありまして、いつか、まあ、会社じゃないんですけど、一例挙げさせていただくと、例えば岩手県警さんとか、あとは白石工業さん、白石食品工業さんですね。はい、皆さん絶対ではないですけど、まあ、一度は食べたことあるんじゃないですかね。もしかするとトラックが通って見たことあると思います。はい、会社ですとか、そういったところで、特に岩手県の、会社で、まあ、名前は知ってるけどみたいな、働き方を知りに行こうよみたいな市場ガイダンス、何度も聞いたことがあると思うんですけど、まあ、それができます。しかも岩手の会社で、なので、まあ他県から進学して岩手に残りたいの方でもそうですし、岩手出身の岩手にまた引き続き就職希望みたいな方に、まあ、有益な情報が何社も、用意されています。はい、あとちょっと先ほど言うの忘れました、例えば十文字資金カンパニーさんとかも二戸にある会社ですね。はい、なので、まあ、ローカルを攻めたいという方はですね、3月25日がおすすめですっていう、まあ、全部合わせると20何個あるんですけど、4つに絞って、まあ、人社の皆さんに、お持ちしたのはこちらとなってます。はい、なので、まあ、予約方法みたいなのはあまり長々言うつもりはないんですけれども、チラシの下に書いてます。なんて帯みたいになってて、はい、で、キャンペーンコードみたいなのがついてるんで、これを入れていただくと、まあ、特典がもらえます。はい、なので、特に長々押すつもりはないんですけど、日程とか中身を押していきたいんで、このやり方でやっていただければうちの会社が用意している特典はもらえると、はい、だけ言っておきます。で、まあ、こうフル活用していただければなと思っています。はい、なので、まあ、3年生の方、今の時間使って、さっきのいいなと思ったの日程があれば、ぜひ4つともですね、事前に予約をいただければなと思っています。で、やり方に関しては、先ほどポスターの、チラシの下のところに書いているものをやっていただく、沿ってですね、リクナビから日程を選んで、コードを入れて、お申し込みいただければ、予約完了です。はい、まあ、就活総まとめなんで、今日ですね、タイトルがそうなんですけど、まあ、皆さん特に3年生の方は次の具体のスケジュールっていうか日程も授けてあげられればいいかなと思いまして、ちょっと長めに、はい、PR させていただきました。
なんか話聞いたけど、結局何やったらいいんだっけみたいなのが、僕的には学生だったらちょっと嫌なので、ちょっと厚めにというか、長めにお伝えさせていただきました。はい。なので、せっかくの機会ということでね、多分いいファイルを忘れますんで、この後ね、お話も続いていきますけど、もし作業中の方がいれば、やりきってからまたお話に戻ってきてください。はい。また進んでいきます。じゃあ、具体の準備ということでですね、お話をしてまいります。はい。あ、ページ目そうですね。じゃあ、ここからですね、就活準備何やっていったらいいんだっけっていう話を、こまごま、こまごまっていうか、はい、そのまとめなんで、させていただきます。はい、交互にということでお話ししていきますが、先ほどのところまでですみません、質問とかある方いますか？ちょっとたくさん人いるんで、手を挙げづらいかもしれないんですけど、もし、挙げづらいってことはないです。勝手にハードル上げてすみません。何か質問とか、ご納したい方でもいいですけど、リクナビのこととか、さっきのイベントのことでもいいですし、あとはまあ平均社数の話とかもしましたね。あとはそのスケジュール、何月にこれやっていこうみたいなものを出したりもしましたが、進んで大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。じゃあ、もう少し細かい話していきます。じゃあ主にですね、準備していたことがあるということで、皆さんもぜひね、これからのものからやっていきましょうということで、ちょっと映像とか見ながらですね、面接ということで、はい、面接の映像を流していきますので、こちらの2つそれぞれ5分弱ぐらいのものをかけていきますので、近々面接実は日程入ってるんですって方も多分3年生の方いらっしゃるかもしれない。言ってもおかしくないぐらいの時期なんですね。なので、自分事として、ご案内です。もちろん2年生以下の方ですね。それでは再生していきます。ウェブ面接において気をつける点をお伝えする動画です。あくまで一例ですので、実際の面接で企業から指示がある場合はそちらに従いましょう。はじめまして、リクナビ大学のリクナビ太郎と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では早速、弊社を選んだ理由を教えていただけますでしょうか。はい。御社を志望した理由は、自分の強みを生かしてやりがいを持って働く。画面が揺れてますが、どうかされましたか。あ、すみません。スマートフォンなどのデバイスはきちんと固定して面接を受けましょう。パソコンがある人はパソコンで面接を受けることをお勧めします。では早速ですが、弊社を選んだ理由を教えていただけますでしょうか。はい。御社を志望した理由は、自分の強みを生かしてやりがいを持って働けそうだと思います。なんかすごい角度だな。画面上の自分がどのように映っているのか、カメラなどで確認してから面接に臨みましょう。御社を志望した理由は、自分の強みを生かしてやりがいを持って働くことができる。部屋が暗くて表情がわからないな。できるだけ明るい部屋で面接を受けるなど、照明を工夫しましょう。またコミュニケーションを取りやすくするため、時々原稿やメモを見るのは構いませんが、原稿を横に置いて読み込んでしまうのではなく、なるべく顔を上げて話せるようにしましょう。御社を志望した理由は、自分の強みを生かして。画面に指が映って表情がよく見えないんですが、どうかされましたでしょうか。すいません、スマホの通知が鳴っちゃって。面接に集中するために、面接中はマナーモードにしておきましょう。御社を志望した理由は、自分の強みを生かしてやりがいを持って働くことができそうだ。あ、電源消えちゃった。どうしよう。あれ？どうしたんだろう？大丈夫かな？
の前に充電はしっかりと準備しておきましょう。急なトラブルが発生しても慌てずに対応しましょう。万一接続不良が起きた場合に備え、事前に企業の担当者の緊急連絡先を確認しておき、メールや電話でも連絡が取れるような状態にしておきましょう。あ、着いた。よかった。あれ？ズボン？すいません、充電切れちゃって。あ、ズボン！第一印象がとても大事です。ウェブ面接の場合でも、対面での面接と同様の服装、髪型にするなど、身だしなみには注意しましょう。それでは面接は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。ウェブ面接でも面接の最初と最後はきちんと挨拶をしましょう。ウェブ面接では特に聞き取りづらくなりがちです。ゆっくり話すことも心がけてください。その後ウェブ面接ツールから退出しましょう。はい、まずはウェブ編ということで、ご覧いただきました。まあ割と楽しい感じの動画になってますが、結構ポイントは押さえてるかなと、はい、思います。続きましては対面の面接の、同様の、ポイントということでですね、9つお伝えしていきます。あとはすみません、先ほどちょっとイベントの案内したんですけど、時間がね、ちょっと進行急にブツッと切ってしまったので、予約の途中だったみたいな方が、もしいれば、動画見てる時間使ってですね、片手までやりきっていただければと思います。はい。ということでですね、映像再生していきますので、よろしくお願いします。面接において気をつける点をお伝えする動画です。あくまで一例ですので、実際の面接で企業から指示がある場合はそちらに従いましょう。失礼いたします。失礼いたします。ドアをノックして部屋に入りましょう。リクナビ大学のリクナビ花子です。本日はよろしくお願いいたします。服装や髪型など身だしなみを面接前に整えてから臨みましょう。どうぞおかけください。ありがとうございます。荷物は机の上に置くのではなく足元に置きましょう。コートもきれいに畳んでカバンと一緒に足元に置きましょう。では自己 PR をお願いします。私の強みは、親身になって人の話を聞くことができるところです。軽音楽サークルでは、面接ではキョロキョロしないようにしましょう。それでは自己 PR をお願いします。私の強みは親身になって話を聞くことができるところです。軽音楽サークルではライブに向けてみんなの意見が合わなくなった時に一人一人に意見を聞く。面接で緊張してしまう時など話す口調がいつもより早くなってしまう場合がありますので注意しましょう。はい、私の強みは人の話を親身に聞くことです。軽音楽サークルでライブに向けてみんなの意見が割れてしまった時には、第一印象が大事です。自然な笑顔を心がけましょう。私の強みは親身になって話を聞くことです。軽音楽サークルの時、私の強みは親身になって人の話を聞けることです。
エントリーシートをひたすら丸暗記し、長々と話し続けたり、棒読みになってしまうと相手に内容が伝わりません。面接は会話のキャッチボールです。面接官の質問の意図を理解して、端的に自分の言葉で話せるように準備しておきましょう。学生時代に音楽サークルを頑張ったということですが、具体的に頑張ったこととしては他にもゼミの活動がありまして、具体的には SDGs について考え、面接官の話を遮って焦って一方的に話してしまわないように注意しましょう。面接官の質問や話は最後まで聞いてから落ち着いて回答をしていきましょう。また面接官の質問内容がわからない場合は、申し訳ありません、もう一度質問を教えていただいてもよろしいでしょうかと落ち着いて聞き直してみましょう。私は幼い頃からサッカーをしているのですが、試合の合間に御社の商品をいつも食べておりました。御社の商品は、集団面接の際に他の学生の話を聞かず違う方向を向いたり、自分のことばかりを考えていたりするのはやめましょう。集団面接の際は他の学生の話もしっかりと聞きましょう。では面接は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたしました。面接では入室や退室の際や面接の最初の時などに挨拶をする場面が多くあります。明るく笑顔で挨拶ができるように心がけましょう。はい、ということでですね、動画の方を一度見ます。今割とリラックスした状態で見ると、それはそうだよねと思うんですけど、緊張してるとですね、個人のパフォーマンスが下がるということで、まあ、今の休校以外にもなると思うんですけど、緊張するとどうなるのかみたいなことを知っておくとね、早口になっちゃうとか、落ち着きがなくなっちゃうとか、その辺を把握しておくとより良いかなと思います。この後面接とか、そのあたりのですね、面接についての項目ちょっとまとめを講座しまして、その後このさっきお配りというかちょっと見てもらったオープンエース作成ガイドというものを左側、1ページ開いてもらって、左側に指示書みたいなのがあるんですけど、そこをみんなでやっていきますので、机の上にそれを用意してください。それはこう、他人を言っていうか、ちょっとこう、今の場所で役に立てて、独特を用意しています。はい。ちょっといろいろ資料があるので、ちょっと紛らわしいかなと思いまして、一応用意だけしてください。はい。じゃあ、素早い質問、ありがとうございます。まあ、中身としてはどんな人か知るために、能力と思考みたいなことを聞きます。まあ、だから自己 PR をお願いしますとか、志望動機をお願いしますとか、そういったことをこう問われると。でそれにこうコミュニケーションで口頭で返していくみたいなのが、それってなんでなんですかとか、こう前説から気になったことをそれお題の質問の後にこう深掘りっていうのかね、そういうふうにされてコミュニケーションしていくという場合になります。でその目的は赤字の部分となっています。で、まあ、面接でよくある質問一例を載せてますので、特に3年生の方とかね、直近で面接という方もいらっしゃると思いますから、まあ、これら問いに答えられているかとか、その面接官の意図に沿ったレベルというか、細かさとかシャープさというかね、なってるかどうかっていうのを、まあ、一人だとなかなか難しいんで、模擬面接とか、友人同士とか先輩とかですね、捕まえて、実際にやってみてください。はい。というねじめにもなってますが。で、その時に経験を、ではなくて経験からですね、伝えるということが重要です。はい。どうしてもこう華やかさとか立派さみたいなところをから探して、はい、ないなーってこう悩ましいみたいなものだったりするんですけど、まあ、例えば取り組みを前に、例えば自分だけが気づいていそうなこととか、自分だけがこう見てたとか、聞いてたとか、あとは何だろうな、数えてたとか、測ってたとか、まあ、独自性のあるものが、独自性のあるものって大規模にならないんですよね。だって自分しかやってないんで。だからその大会とかもないですし、なると、その何か取り組み、自分なりに良くないなと思ったこととか、ここ
もっとこうしたら良くなるのにみたいなものを磨いていくっていう過程って自分流がめちゃめちゃ出るんですよ。なので自分らしさが文章にもこう自分の あとこう口頭でもね、面接でも自分の言葉として出てきます。その方がらしさって出てくるし、らしさが出てきてその求める人物像ですか、その企業の求める人物像にこうバチッとねマッチした時にどうなるかっていうと、まあ、次の面接に進んだりとかね、まあゆくゆくは内々でもらったりとか、その会社で活躍したいというポジティブな作用があります。なのでここからこう考えてこうないってお金フィルターするよりも、自己 PR とかね、学生時代頑張ったことの、自分らしさが出てるものを選んでいくというのが大事かなと思います。なのでちょっとまあ手を動かしてね PR を書くという、この後少しスマホを使った枠をみんなでやっていきたいなと思います。でエントリーシートって名前がついてるんで、特に2年生1年生の方はまあ直近すぐ提出するみたいなものじゃないんですけど、あくまでも保存先がリクナビのオープンイエスというものです。今自己 PR を考えてみようというのは、これ何歳でもまあ学内生活学外生活生きてくるものだと思うので、まあその楽しんでね、3年生ももちろん楽しんでやってほしいですけど、やってほしいなと思ってます。まあリクナビから直接エントリーシートを出せるという仕組みのその中に保存すると、保存先の名前です。はい。でサポートしますと、サポートツールというもので、問いかけが来るのでそれに答えてですね、文章を作っていくという時間を取っていきたいなと思います。なので自己 PR はいどうぞってこう白紙とペン渡されてどうしようって悩むよりも、ずっとこう第一歩としてはお手軽なものになってます。はい。でそれをじゃあどうやるんですかって言ったものが、先ほどちょっと単用にしてねといったページになっているので、ここ今から10分くらい取るので、このワークをみんなでやってみましょう。手順としては、どっちかっていうと、この投影よりも、この手元の紙を見てもらった方が分かりやすいんですけど、まず右上にですね、QR コードがあります。それをスキャンいただくと、この1番の画面に行く。で、お察しのいい方はですね、あ、それを今から1から8までやればいいのねって多分思ってらっしゃるんです。この会場のおそらくほとんどの方が今その状態だと思うんですけど、その通りでございます。なので、こう、手順と見ながらその画面に出てくる問いに答えていくと自己 PR が出来上がります。それをさっきログインをお願いしたリクナビの中に、保存しておくというのが3年生にとっては直近のエントリーシート準備になりますし、1、2年生については自分の自己 PR の言語化という作業をしています。はい。どの学年にもメリットはあるかなと思いますし、あと新しい気づきもあるかもしれないですね。あ、自分ってこんな考えをしてたんだ、問いに答えるっていう過程で、なんかそんな気づきもあったらいいなぁなんて思ってます。はい。なので、やること理解という方はですね、私の話もそこそこに1番から作業を始めて、楽しんで始めていただければなと思います。はい。で、終わったらですね、保存をして終了となっていきます。で、了解という方を進めていただいて、で、右側にですね、ちょっと答えにつまずくっていうか、どうしようみたいな質問多分あると思うんで、困ったら右側を見てください。まだ困ってない人を見なくて大丈夫なんですけど、こんなことありませんかみたいな、こう、ワードの例が出てくる、考え方の例とかも出てきますので、参考にしてください。で、もしもう、昔やったことあるんだよねと。で、保存済みなんだよねって方もおそらくいらっしゃるんです。データを見るのに。多分でもあまりないんですけど、いて1、2名かと思いますが、その方はですね、先ほど配布した別の資料をご覧になったり、特に3つの方は、先ほどの、自分の予定を固めるということで、リクナビでその、僕がその PR した日程以外の企業、日程の参加企業とか、あとはその他、講演とかもあるので、その内容を眺めてですね、吟味していただければなと思います。自分の、2月、3月の予定を固めると。総まとめという一つの意味合いにもなってきますので、そんなことに時間を使ってほしいなと思ってます。はい。ということでですね、取り組んでみてください。で今言ったのはこちらでございます。すみません、投影はもう集中しているという方は投影見ていただくので大丈夫です。はい。じゃあですね、この後私巡回というか少し教室ロールしますので、もし今やっていることがわからないとかですね、その他質問とか気になることがあればお気軽に声をかけてください。それでは、少しですね、時間をとって皆さんに取り組んでいただければと思います。よろしくお願いします。
取りの方とかほとんどの方は取り組んで、やってもらって大丈夫です。耳だけ貸してください。ほとんどの方は取り組んでいただいてます。で、ちょっと意識していただきたいのが、特に何年生も共通なんですけど、この10分で完璧なエントリーシートは正直できないです。自己 PR。叩き台ですね。まあ、その、言ってもというかですね、このまあ、開発されて間もないものだったりするので、まあ、AI が文章を組んでくれるんですよ。で、おそらく皆さんであれば一目瞭然だと思うんですけど、まあ、文章を見て、まあ、大体のその枠組みとか、流度というか順番とか、そのあたり問題ないんですけど、改善の余地が多分見た瞬間に、あ、ここ直せるな、みたいな、まあ、そんなレベルのものが出てきます。なので、そのまま機器を提出するというところではなくて、ここからその自分なりにブラッシュアップするとか、友人と見せ合うとか、キャリア支援グループの方は検索を依頼するとか、して、磨いていくものですね。まあ、原石みたいなものが出てきますので、はい。そこは過度な期待を禁物っていうのと、あとは完成させようとせずに、まずは、初めて書いてみるという方多いと思うので、まあ、じゃあ50分ちょっと過ぎぐらいね、講座のまとめに入っていく、いこうと思っているので、まあ、あと5分ちょっとぐらいで、一旦その完成を目指して、貼り付けるところで、ね、やってみると、まあ、そのぐらいのペースで取り組んでみてもらえればなと思います。時間かけようと思うと、本当にもう何時間でもかけれちゃうと。いうものなので、まずは一旦その決めてね、時間決めてやりきるという考え方でよろしくお願いします。まだいないものだと聞きますけど、終わった方、そうですよね。はい、いないものだと思って聞きましたね。はい。で、あと、4、5分時間を取るので、そこまでに一旦後で記入とかいうワードでっていうか、空欄というか、まあ別の仮の言葉でさせてもらってもいいんで、8番ですかね、先ほどのところまで進めるように取り組んで。よろしくお願いします。
ぐらいしたらですね、講座の方締めに入っていきますが、自己 PR っていうのが、その2年生の方も、あの3年生の方はご存知かもしれないんですけれども、あの就活の中 の, そのエントリーシートとか、面接でいうと、もう定番の質問になってます。まあ、ど定番と言ってもいいかもしれないですね。はい、もう学生時代の就活ですとか、あとはあの転職活動というのを、まあ、リクルートに入る前にも、数回もらったことがありますけれども、どんな場面でもですね、すごい当たり前な感じでこう面接を、ね、聞いてこられます、はい、なのでですね、あの準備をしておくというのは非常に重要かなと思いますし、あとはポイントとしてはそのやればやるほどっていうんですかね、時間かけるとかけるほど他人に伝わりやすくなったりとか、あと自分の言葉に近づいていったりするというのが、ポイントですね。なので皆さんにとってのメリットが増えてくると、はい、まあ働きたい、会社で働けるとか、選考を通過する、もしくはその自分の魅力、PR ポイントがしっかりと伝わるっていう、これって皆さんにとって大きなメリットだと思います、就活にとってね。なので、少し時間を取って手を動かしていただいております。はい、で、その他のね、それ以下の学園の方も、あの今、その01の作業っていうかね、初めての自己 PR みたいなものが手元に残ると思うんですね。これを磨いていくということを、行っていっていただきたいですし、あとはこれからの学校生活の中で新たな自己 PR ポイントが出てくるかもしれません。その時に今のこの12月9日時点のですね、 PR ポイントというのを変えるかどうかっていう、この比較対象もできますので、いろいろとメリットかなと思います。はい、でですね、結構取り組み中の方いらっしゃるので、あのそっち優先で大丈夫です。あのっていうのは、希望動機の話もあるんですけど、レジュメに記入例っていう、皆さんがまあ、どんなふうに書いたらいいのみたいな、気になるところは落とし込んでます。なので、ポイントを言っていくので、作業、そうですね、まあ、学年問わず、そちら優先していただければです。はい。終わったよという方は、あの、講演の方をご覧ください。はい。では、参りますね。はい。でですね、先輩のっていうのは、就活された学生のアンケートです。で、決め手となった情報ということで、まあ、個別企業説明会、企業からの情報、応接セミナー、友情マップということで、そのやっぱりその情報ですね、知りたい情報とか、その全体向けの情報というのは、例えば自分の気になることを聞いて答えたとか、気になっていることが何らかの機会で明らかに。ね、インターンシップ行って、自分がやりたい仕事っていうのをやってる人が目の前にいた、いろんなきっかけあると思うんですけど、割とこう対象の人数ね、情報が発信される対象の人数が少なければ少ないほど、その人にとって決め手になる可能性はあるんです。逆に、あ、この仕事をやりたくないって思うものも、そういうランキングは取ってないですけど、取ったらこうなると思います。はい、なのでその判断しやすいと思います。なので、そういう情報をこれからキャッチしていきましょうという話をします。で、それがあると志望動機が書きやすくなると、たくさんの会社の、ことを知りました。どんなお客さんがいるとか、どんなサービスを提供しているとかですね、じゃあライバル会社のここと何が違うとか、その辺をこう具体で押さえていったときに、じゃあ会社 A より会社 B だなと、こんなことができていくわけですね。それを繰り返していくと、志望動機もビシッとね、あ、うちの会社のことよく分かってるっていうような内容になっている。その時に実は大事なのが、この会社のことばっかり詳しくてもですね、わからないと。で、褒める、切り取るポイントって一人一人違うじゃないですか。だから、興味のあって背景ってこと、自分自身がこういう学びをしていますとか、こういう価値観を持っていますとか、こういう経験をしているっていうことを揃えてっていうか、こちらも書いた上で将来像。なので、企業研究もすごい大事なんですけど、一方の自己分析みたいなものも仕事に書く上で、喋る上では大切。で、以下はレジュメに結構あの付録として記入例を落としてるんですけど、その前のところポイントですね。で、まずはどんなところに興味を持ったのかっていう部分から書いて、そこから考えて、そこからあの自分のことを考えるという順番もおすすめです。その逆でもおすすめです。で、直近、例えばインターンシップに行くんだとか、企業の会社説明会があるんだ、まあ、
あるじゃないですか。こういうのがね、あるじゃないですか。あるんですよ。なので、そこで皆さんにしてもらいたいことっていうのが、質問なんですね。で、あと読んでもらうんですね。はい、質問をするときに、このフォームっていうか、型みたいな、もしかしたらもう身についてるっていう方が多いかもしれないです。恐縮なんですけど、先生なんですけど、まあ、テンプレートを用意していけばいいと思うんですよね。全くわかんないものが。で、なんでかというと、企業は言いたいことだけ言うんですよ、ですね。だから、知りたいことを言わない可能性があります。わざとじゃなくて。はい、その時に、自分の中に、応接質問テンプレみたいなのを何個か装着していくと、気も楽ですね。まあ、あとは、これで聞きたいことが返ってこない場合に、そのテンプレートを見直すということで、質問のレベルも上がっているということで、あとその場で降りてこないじゃないですか、なかなか。興味がなかったりとか、何言ってるか分かんない説明を受けたとき、質問も何もない。この状態から一刻前目指していただきたいなと思います。なので、まあ、最初は仮の何とか、こういうこと聞いてみようみたいなものを持って、イベントとかやっていきます。で、あとは自分で考えるっていうその段階になったら、こちらということで、例えば最近どうすかって知らない人に聞かれたら、なんか答えづらいんですよね。最近どうですかって聞かれて、何がですかみたいな感じになると思うんですけど、そうじゃない質問、じゃあ仮にまあ一般的ないい質問みたいな、答えやすいっていうのがあると思う。あとはその最初の事実から仮説が作られてる。まあ、例えば御社の何かこう説明会ですとか、インターンシップですとか、情報をこうまあ拝見してとか、自分なりに考えて、まあ、こうなんじゃないかなとか、でこういう、こう事業を展開していくんじゃないかなとか、こういう人材がもしかしたら、こういう経験とは生きてくるんじゃないかなと思うんですけど、その点について教えていただけますかみたいな感じで聞くと、答えやすいですね。何を聞かれてるか分かるし、あとは、そこを整えてあげることによって、自分が知りたい情報をピンポイントにしてもらうんです。なので、自分で、まず、第一段階としては、まあ、これを聞いてみようみたいな、自分なりの質問集を、実際に手を挙げて聞いてみる。で、レベル2としては、自分で、まあ、金融機って必要なんですけど、情報を集めて、そこから仮説立てて、聞いてみる。で、聞きたいことが返ってきた。これってもう、かなり質問力が上がってますよね。ここを、できるんですね。心にというかね、取り組んでほしいなと思います。はい、あとは、志望動機書く上での、付録みたいな感じで、レジュメに何ページか載っけてます。こんなフレームで情報調べてみようねとか、ポイントですね、さっき最低ですけど。あとは、まあ、こんな志望動機ということで、例えば社風とか、人に聞かれたらこういうところ、仕事内容に聞かれたらこういうところみたいなものをレジュメに載せます。まあ、同じものを投影するんでね、読み上げたりはしませんが、ちょっとまあ残り1分なので、ぜひ志望動機書かなきゃっていう人が必ず来るんで、その時手元にあるので、ぜひ。はい、完全に白黒ですけれども、せずに取っておいていただければと思います。あとですね、最後、筆記試験準備ということで、まあ筆記試験も受ける方結構多い、企業9割が実施しています。能力検査、性格検査というものが、出てきていると思いますし、あとうちのグループ会社が企業提供し、SPI もこの作りになっています。で、レジュメに受け方みたいな4パターンあって、ほとんどパソコンなんですけど、4種類あります。でそのポイントについて、網羅というかね、整理してみてます。ぜひ見てみてください。あとは、じゃなくてやってみたいんですけどっていう方は、企業に結果送信されないリクラゲの中で、はい、自分の現状を測るものがあります。で、リクラゲからいけないようになって、このキーワードで検索してみてください。リクラゲテストグループですね。キーワードで検索いただくと、まあ、SPI の筆記試験の体験版が受けられます。で、自分の得意不得意のフィードバックがもらえるというものになってますので、ぜひやってみてください。まあ、こんな画面が出てきます。はい、ということでですね、すみません、少し、時間になってしまいましたが、もしね、一言、まあ、やれることはやったみたいな、これを積み重ねてほしいですよね。さっきの質問をしてみるとかでもいいですし、あとさっき、ちょっと今日ね、詰め込みまくってるんで、ちょっとまあ僕の詰め込みも原因なんだろうと思うんですけど、例えばその、さっきの記入ワークとか、あと自分さっきそのお勧めしたもので自分ちょっと引っかかったものがあったけど後でやろうみたいなものを本当に後でやってほしいんですよ。例えばこの講座2部まで全部終わってその後にちょっと面倒いけどやってみるとかちょっとした、具体的な行動みたいなのがこう後々すごいでかい差になってくるのでぜひこの場からね、ちょっとまあ金曜のね、
ていう夜ということですね。お疲れかもしれないんですけど、少しそういったところにパワーを割いていただくと、良いかなと思いましたので、ぜひ特にね、30歳の方とか、就活直前だったりもしますので、準備をね、そういう形で一歩一歩進めていってほしいなと思っております。最後ね、そういうと、それが終わると、まあ、やりきったなみたいな感じで、こう将来ね、進路を描くと、会社に入っていくと、社会に出ていくというふうな状態になれると思いますので、ぜひですね、盛りだくさんでしたが、頑張ってみていただければなと思っております。はい、ということでですね、リクルート担当から以上とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。神様、どうもありがとうございました。なんか全体を通して、質問等ございますでしょうか。質問のある方、挙手していただければと思いますが、何かございますか。よろしいですか。はい、今神様からお話しいただいたことはですね、民間だけじゃなくて公務員を受ける方にも必ず当てはまることですし、あと 1,2 年生の方、まだまだ先だと思ってるかもしれないですけども、意外とインターンシップに行くとかそういうことになってくると選考がありますので、そういうところで使ってくることになります。ぜひですね、菅野さんが言ったようにですね、この開発終わった後とかにですね、少しでもやってみていただけるといいのかなというふうに思います。では、菅野さんにもう一度大きな拍手お願いいたします。菅野さん、どうもありがとうございました。引き続きですね、第2部に入る前にですね、マイナビ様の方からですね、情報提供の方をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では皆さん、こんばんは。お疲れのところすみません。ただいまご紹介に預かりました株式会社マイナビの松間と申します。今皆さんにこういった資料をですね、前から順に回しておりますので、後ろの方もし足りないとか余ったとかっていうことがあれば、最後に回収させていただきますし、足りない方にはお渡ししたいと思いますので教えてください。今日皆さん何年生なのかなっていうのを先に聞きたいのが、3年生の人はどれぐらいいますか。はい、ありがとうございます。2年生の人、2年生多いですね、ありがとうございます。1年生の人もう結構いますね。ありがとうございます。今日今リクルートの菅野さんの方からも自己 PR とか志望動機のお話、具体的なお話があったかなと思いますが、今日は私の方から1枚皆さんに資料をお持ちしています。これ特に3年生に向けて、3月の就職解禁まだまだじゃないかと思いがちですが、まもなく本当にあっという間に始まっていきますし、早い企業さんも、ね、選考段階に入っているところもありますので、今何をやっていただかなきゃいけないのかというところを簡単にかいつまでお話しできればと思っています。で、1年生、2年生の皆さんは、もうこの時期これやっておかなきゃいけないのでというところで予備知識を持っていただけたらなと思うんですが、今お渡しした資料にやっていただくことを赤字で3つ書いています。まずもしアプリをお持ちじゃない方がいたら、マイナビの、アプリですね、ダウンロードしておいていただけるといいかなと思います。で、これに関しては1年生、2年生の皆さんも使っていただけるスタートという低学年向けのサイトが、マイナビ2024の中にありますので、ぜひ使ってみてほしいなというところと、2年生の皆さんからインターンシップが変わります、大きく変わりますので、3年生になって夏インターンシップに行く際に近いと就職活動につなげられるように、特に今の、春休みとか冬休みなんかを使ってワンデーの仕事体験をしていただくみたいなところは、今後2年生1年生の皆さんにもとても重要になってくるかなというところで、企業探しなんかにマイナビを使ってみてください。3年生の皆さんですね、チェックリストを今日作ってきました。今菅野さんと一緒に
自己 PR を作ったりっていうところもあったかなと思いますが、これをしっかりと反復して何度もブラッシュアップして、実際に企業さんに出すところまで、整えていってください。そして2番目に、お気に入り企業を検討リストに登録しようというふうに、左下のスライドですね、書かせていただきましたが、皆さん企業リストちゃんとできてますか？ブックマーク平均42社、ブックマークされていますので、まだ入っていないなという方はここしっかりと入れていくというところを3年生の皆さんは、家帰ったら見てみてください。で、1月の10日から、始まりますよということで予約リストというのを、右下に入れさせていただいたんですが、これ何かというと今皆さん入れているエントリー、特にインターンシップも行ってるよという方はエントリー入れてます。ただこのエントリーは3月1日自動で移行されません。なぜならば皆さんがいいねとしているものはインターンシップだからです。自分が受けたいなという企業さんの選考情報はもう一度3月にエントリーをしないと、企業さんから情報が来ないというふうになりますので、1月10日からその予約リストというものが始まりますが、これ自分のなんかタイムツリーとか Google のカレンダーとかに入れておくといいかなと思うんですけども、予約リストに入れておくと3月1日自動でエントリーがされるようになりますので、時間を有効的に使っていただけたらなと思います。ちなみに私たちの時代はですね、0時0分に起きて一生懸命エントリーのボタンを押してた世代なんですよ。でなぜかというとその後の個別企業説明会の予約が取れなくなってしまうからなんですね。なので3月は本当に体を動かすだけ皆さんしていただきたいなと思うので、こういう予約リストなんかはうまく使っていきながら3月有効的に効率的に動けるようにしていってみてください。裏に返していただきますと、イベントの情報があります。はい。で、盛岡は次2月3月と、イベントを予定していまして、あとは、左下にありますのが仙台で行う東北で一番大きいイベントですね。3月1日2日だ。もし大手リーディングカンパニーとかを見られている学生さんであれば、右下にあります3月1日のジャパン、これ学校さんの、学内豪雪とかぶっているところもあると思うので、しっかりと学校さんの方も参加していきながら、もし可能であればウェブの方なんかで自分の気になる企業だけ見ていただけたらなと思いますが、2月はどちらかというと、企業研究の場になります。今日の菅野さんのお話で最後志望動機のところがありましたが、皆さんがナビサイトに載っている情報とかホームページの情報は知っていて当然の情報です。で、プラスアルファ付加価値のある情報をどうやって取っていくかといったときに、実際に企業の方とお話をしてみる、そこで社員の方と話した内容やインターンシップで見た内容を盛り込むということで差別化を図ることができます。で、2月のイベントに関してはライフワークバランスとか、誰を対象に顧客にしているのか、何を提供しているのかとか、そういったものも可視化できるようなイベントになっているので、まだ企業研究不安だなとか、これからインターンシップ行くの不安だなっていう1年生2年生はぜひ来てみてください。で、3月の用意ドン、ここは、選考情報が出されます。うち次のステップエントリーシートだよとか、エントリーシートここからダウンロードしてねとか、そういう情報が出ますので、もう受ける企業さん決まってるという方も、3月の一発目は、参加してみていただけるといいかなと思います。こちらのイベント情報と、皆さんにアプリの情報を今日お持ちしましたので、ぜひお家に帰ったら見てみてください。はい、ということで、すみません、駆け足になりましたが、マイナビからは以上でございます。ご清聴ありがとうございます。マイナビ様どうもありがとうございました。